俺たちの4号機、大阪の老舗メーカーパイオニアの自然派パチスロ2作ベジタン V ブンブンブン編。1994年大阪の老舗メーカーパイオニアからリリースされた4号機第1弾シティボーイ2。同作は獲得枚数のばらつきが大きなビッグと独創的な大量リーチ目で違いのわかるマニアなプレイヤーに人気となります。そして翌1995年ハードウェアを一新したミリオンシティ EX 同 RX の2機種をリリース。これらのマシンもまた個性的なリーチ目と高い技術介入性でマニアたちに支持を受けますが、古風なモチーフもあって地味で垢抜けない印象が強く、競争が激化する4号機市場において苦戦を強いられてしまいます。そこで続くパラディエンジェルの2作では大胆なイメージチェンジ戦略を実践。熱帯のジャングルとそこに住まう生き物たちをモチーフにしたカラフルな装いと大胆にデフォルメされた絵柄に誰もがこれがあのパイオニアのマシンかと驚嘆させられます。この大胆なイメチェン作は大成功。確かな手応えを得た同社はあたかも上中下3枚のパネルをキャンパスに見立てたようなアーティスティックなデザインのマシンを続々と市場に投入します。今回はそんな同社が1997年にリリースした自然派パチスロ2機種をご紹介しましょう。ベジタン V はその名の通り野菜をモチーフにしたマシン。まるで青果市場のように賑やかなパネルデザインはもとより、リールに描かれた絵柄も野菜のオンパレード。注釈がなければどの絵柄が何の役かも分かりませんね。仕様は同社の定番であるスタンダードな A タイプ、トマトを模した赤いナナとパンプくんと名付けられた緑のかぼちゃがビッグ、尻餅をついたようなポーズの紫のナスがレギュラーとなっています。スペックも同社の一連の流れを組むビッグ変更型。それにしても設定1でも264分の1というビッグ確率は破格です。直近の先発機たちと比較してみるといかに本作の確率が甘いかが分かりますね。ゲームを彩るのはシティボーイ2を継承発展させた多彩なリーチ目。基本となるのはボーナス絵柄の中段一直線型と右リールのチェリーが代用となるパターン、そして小山型、後 V 字型、そして右リール中段がポイントとなる変則並び型です。その他リプレイ絵柄の玉ねぎが小山型や小 V 字型に並ぶパターンや、一目見てそれとわかるダブルトリプル転配小役外れ目など出目のバリエーションは多種多彩です。技術介入要素についてはビッグ中はリプレイ外しによる枚数上乗せが可能。手順は簡単で効果は1回につき平均15枚増とまずまずですが、ビッグ変更スペックを考えるとその破壊力は絶大です。そんな栄養満点な野菜型パチスロベジタン V でしたが、首都圏の一部エリアではどこかの悪い人によって遺伝子組み換えがなされた変異種が出現。情報提供者によるとボーナス中に次の連チャンゲーム数が表示されるということでちょっとした騒動になりました。連チャン制は壺にはまれば7から10連クラスで一気大量獲得が期待できましたが、基本的にはノーマルがちょっと激しくなった程度。50ゲーム以内のボーナス発生率は 43% とまずまずですが、連チャンのほとんどが10ゲーム以内の超速攻連打と刺激は満点でした。例によって連チャンの代償として通常時の小役はカット、対ノーマル比で1000円あたり3ゲーム減でした。ところで戦術の次の連チャンゲーム数が表示されるの件ですが、よくよく調べてみたところどういうわけか情報提供者が子役ゲーム数の残り回数を勘違いしていたとのこと。全く人騒がせな慌てん坊さんですね。続いてご紹介するのは昆虫をモチーフにしたブンブンブン。その名の通りミツバチやトンボなど空飛ぶ昆虫が目白押しです。ちなみにビッグを8で揃えるとおなじみブンブンブン蜂が飛ぶのメロディーが流れるという憎い演出が、使用は言うまでもなく同社の伝統であるオーソドックスな A タイプ。ボーナスはビッグ3種、レギュラー4種と多彩です。スペックも例によってレギュラーに大きな設定格差のあるビッグ変更型、連チャン性はそこそこですが、圧倒的なビッグ比率によるボリューム満点な出玉が魅力でした。そして何よりも本作の売りとなっていたのが技術介入性の高さ。攻略情報誌の初実践ではいきなり対敵当打ち比+34枚を記録し物議を醸します。さすがにできすぎじゃないかということで改めてサンプル数を増やしてみたのですが、同様に劇的な効果を記録。これはマジで美味しいぞとなりました。手順は中右の順で適当に止め、テンパイ型に応じて左リールを狙い分けるだけ。子役を取る際もボーナスインを外す際にもシビアな目押しは必要なくド楽勝でした。一方通常時の子役目押しは数値的な効果はありませんでしたが、シェリー出現時は順押しではなく左右の挟み撃ちをすると必ずレンチェリーで取れたのでちょっぴりお得でした。ちなみに通常時子役を司る3枚数カウンターの原産地が設定ごとに異なるため、所定の手順を踏むことで全設定のカンパが可能でした。続いてゲームを彩るパイオニア流大量リーチ目について見ていきましょう。基本となるボーナス絵柄の組み合わせは右リール上段7、中段トンボ、そして下段8がそれぞれ強力。それらの代用としてチェリーが停止するパターンもありました。そしてベジタン V と同様、リプレイが特定ラインに並ぶユニークなパターンも搭載。その他中リール中段のトンボやチェリーが鍵となるパターンや左リールだけでドキドキワクワクなパターンもあり、なお大量リーチ目のもう一つの基本であるチェリー絡みのリーチ目はボーナス絵柄の挟み目3連チェリー、チェリーの挟み目いずれも鉄板でした。ユニークなモチーフと独創的かつ多彩な出目、そして高い技術介入性でライトユーザーからプロ志向のプレイヤーに至る幅広いファン層を魅了したパイオニアの自然派パチスロ2作。自然派思考を続ける同社は翌1998年可愛らしい乳牛をモチーフにしたその名も「プリティ・モー」をリリース。さらなるファン層の獲得を狙うのでした。俺たちの4号機、大阪の老舗メーカーパイオニアの自然派パチスロ2作、ベジタン V ブンブンブン編ご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。他の動画も見てくださいね。バイバイ。